No。
にちは。ただいまにお越しました藤枝守です。終わってからすぐに一言ということで、今すぐに場所がある男女、男女に上がりさせていただきました。今の作品、舞台と風味により制度時ですけど、そのことについて一言を皆さんにお伝えしたいと思います。実は私自身のことで申し上げると、生まれは広島なんですけど、今回ご縁があって、私のふるさと、もうこれ言いましても、もう10年以上帰ってないんですけど、実は新居浜が私の、聖地というか出生です。私の両親は新居浜生まれて、私のお寺も、竹山というところの明生寺にありまして、そこにお墓があります。しかしながら、父は亡くしましたけど、母は今別の最初の方に住んでおりますけど、もうこういうコロナの時代でなかなか会えなかったんですから、今回もちょっと会いたかったんですけど、少し難しいかなということですけど、こうやって楽しみに、戻れたというか、ずっとご縁がなかったんですけど、こういう形でこの本公演で読んでいただいて、本当私自身嬉しく思っています。で、今回のその聖堂寺を作曲したのがかなり以前の作品で、大阪の方のヘッポホールというところで上演しまして、その後いろんなところで演奏されておりまして、今日の公演の、メインになっておりまして、泉さんの声をずっと歌われてきました。で、改めてこれ申し上げるところはないんですけど、山本三世さんの聖堂寺、非常に長い、3分の詩なんですけど、やはりそれはいろんな意味が織り込まれてあって、ただ、何をやるかというと、ただその橋渡しというでしょうか、歌いの節にどうやってそれをつけていくかとか、全体をどういう形で構成していくかということだけで、作曲といっても、その仲立ちをしたような形です。で、改めて後で高橋さんがちょっと山本三世さんのことをお話しなられると思いますので、簡単に申し上げると、やはりこの歌いという、本当に数百年の伝統の声で、これは今でも日本に残る、伝統の一つなんですけど、そう考えると同時に、これはまさに古来からの日本人の持ってた、あるいは人類が持ってた声のアーカイブだと思っています。アーカイブというのは記録という意味なんですけど、それがその実際に今生きてらっしゃる、泉さんの声での中に身体的な、呼吸の力というんでしょうか、それが実際に生み出した声というのは実は古代の声かもしれません。で、そうやってその昔の声を呼び出す、これはこの自体がもともと霊的な世界との交信になりますけど、それを現代に呼び起こすための一つの、装置というんでしょうか、あれ仕掛けと言ってもいいと思うんですけど、それによっておそらく山本三世さんが屋久島で得られた何らかのこうある祝日などの精神というものがあって、それが一つの舞台を作ったんだなと思っております。私の話はこれまでにしまして、高橋さんちょっと聞きます。どうも、お久しぶりです。どうも。何とかご覧になってますか、はい、いかがで、今回もすごく僕はなんかそこから笛が入ったんですけど、はい、その笛のこうエネルギーがちょうど声の中に入り込んできて、はい、なんか不思議な感じがしたんですけど、日本人初めてこの組み合わせだったんです。いかがだったでしょうか。何とか高橋と申します。この聖堂寺の、原作であります山尾三世さんのことをちょっとお話しさせてもらいます。ちょうど今からもう20年ぐらい前ですけども、三世さんは2001年です。ちょっと若くね、亡くなってしまったんですけども、その2001年、つまりこの能の歌いができて実際は聴いてはいないんですけれども、その前の年、2年前に琉球大学で山尾三世、詩人の山尾三世集大成みたいな、公演の記録があるんですよ。で、その時に多分本人は詩を多分覚悟
してたんだと思いますけれども、でたまたま2001年亡くなる1年前に奈良においでになって、それで学園前に、ね、駅に僕はいて、その駅のまあちょっとした喫茶店みたいなところで30分だけ話したんですけど、それが最後でした。その時にとにかく自分の好きな場所、自分のいいなと思う場所を見つけたらいいですよ、そう言ったのが最後の言葉でした。で、亡くなって、その琉球大学の講演が一つのこういう本になったんですけども、今日その中で今の時代にちょうどなんか20年以上前に琉球大学の学生に呼びかけた詩とちょっとした言葉なんですけど、それをちょっと紹介させていただきます。ビローバー帽子の下でその銃句、ビローバー帽子の下で国という言葉と国人という言葉をつぶやく、ヤクの国、ヤクの国人、アマミの国、アマミの国人、沖縄の国、沖縄の国人、アイヌの国、アイヌの国人、ホピの国、ホピの国人、ビローバー帽子の下で国という言葉と国人という言葉を心を込めてつぶやく、杜氏のない国、原子力発電所のない国、核兵器のない国、その国人の長い長いなりわい、ビロバ帽子の下で、パプアの国、カリフォルニアの国、コーカサスの国、日本の国、その国人、その長い長いなりわいと心を込めてつぶやく。そのあたり言葉が続くんですけども、国と国、この言葉を2つ並べてみるとはっきりします。こっちの国、つまり国です。こっちの国、ステートと意味する国という字は四角く囲ってあって、ここからここまでが我が国と四角く囲って、中に王様がいるんですね。これが国という国家というものの姿です。ネーションステートですね。こっちの国は英語の言うカントリーですね。故郷の今日の地です。今僕たちの時代はこれだけ情報が行き交う時代になってきているわけですから、この国構えの人為的に囲まれた国というのは限りなく事実として超えられていっているわけです。ですけれども依然としてこの国構えの四角の中に囲まれた日本国家の中にしかありえないというのが現状ではあります。もしそれがいいことだと皆さんが思われるのであれば別ですが、こういう国という囲まれたシステムはもういいんじゃないかと皆さんが思われれば、次の世紀にはこの国構えは外してもう一つのカントリー連合、地域連合、そういう方向へと国内および国際社会を展開していくこともできると思います。地域という言葉はどこまでも広がるし、逆にどこまでも小さくなれるのです。地球が一つの地球であるということが、リアリティを持つ時代がすでに来ています。国という概念は
地球地域という概念に変えられていなくてはならない。それを選んでいくのは僕たち一人一人なんです。僕にとりましては死というものは一つの親愛の道、あるいは親愛の道が必ずやあると思います。その道をしっかり歩いて行かれてください。それが一番幸せなんです。もちろん苦しみということはどのような道も歩いていても生きていく中には必ずあります。それは事実です。それは覚悟の上でそれぞれの道を見つけられてじっくり歩いて行かれてくださいというのがあります。時間がないこのまま。